はい、皆さんおはようございます。今日はね、8月の11日になります。山の日ですね。私の方もね、おかげさまで今日から夏休みということで、ちょっと連休になるんですけどね、相変わらずちょっとプライベートが忙しくてね、昼間はね、ちょっとあまり自由に動けないんで、また今日もね、朝ぐるぐるこのバイクで遊んできました。で、巷ではですね、やはり今日から夏休みの方が多くてね、各高速道路、有料道路ですね、渋滞がすごいみたいなんですけどね。それからあと、このなんか台風来てるんですって。そんな関係でこの連休なんですけどね、天気があまりよろしくないという情報もちょっと聞いてるんですけど、それで今ね、今日いろいろぐるぐる走ってる理由の一つはね、後でちょっと動画でお見せしたいと思いますけれども、フロントのね、スタビライザー取り付けました。はい、話途中になっちゃいましたけどね、フロントのね、スタビライザーを取り付けました。いや、田中商会のね、スタビライザーです。ちょっとね、すんなりはつかなかったんで、ちょっとね、工夫したんですけれども、ちょっとこの辺はね、そうだ、この先にね、河原があるんで、ちょっとそこで止めてご紹介したいと思います。はい、こちらがね、いつものね、河原です。はい、それでね、これがね、スタビライザーなんですね。で、このフォークとフォークの間、中心から中心の間がですね、173のスタビライザーなんですけど、これで合うということで購入したんですけどね、ちょっと実際はね、168ぐらいだったのかな、ギリギリ合わないんですよ。で、ちょっとここ広げながら無理くりつけようと思ったんですけど、逆にね、これがグーッとたわんじゃうのが嫌なんで、もうしょうがない、つけるのやめたと思ったんですけど、せっかくスタビライザー買ったんで、要はダウンフェンダーにしたかったというところもあってね、こうインシュロックで止めてつけてます。これ強度どうなのかなと思って今日走ってきたんですけど、大丈夫そうですね。一つ心配はこのインシュロック自身がね、劣化して、外れちゃったらっていうことなんですけど、この辺はね、ちょこちょこ点検しながら、見ていきたいというふうに思ってます。いずれにしてもね、ダウンフェンダーにしたことでね、すごくやっぱりかっこよくなりましたね。なんかこう上に上がってんのもモンキーらしくていいんですけど、なんかね、オフ車でもないのにみたいな。はい、こんな感じです。はい、それではね、柳瀬川の河川敷をね、後にしたいと思います。はい、それで私の方ですけどね、最近朝ね、ツーリングして、その後モーニング食べるのが恒例となってきてしまいましたけどね、今日もね、行きますよ。で、今日はね、今向かいます。これからお店のそばに行ったらね、またちょっとご紹介したいと思います。はい、今ね、所沢の新海っていうね、交差点を曲がってきたんですけど、ちょっと少しでもね、走りたいもんで、ちょっと遠回りしてここまで来ましたけど、今ね、向かってんのはね、
中華そばの後楽園さんです。この先左側かなに確かあったと思うんで、そこもね、朝ラーやってるんですね。で、定食はね、ABC って3つあったと思うんですよね。まあちょっとラーメンが食べたいんで、その定食、朝定食じゃなくてね、朝ラーメンにしたいなというふうに思ってます。黄色い看板が左手に見えてきましたね。まあちょっと GoPro だとね、結構この肉眼で見るのより遠くなっちゃうんで、私が見えたって言っても画像ではね映ってないケースもあるんですけど、まあ、ここまで来ればね間違いなく映ってると思います。はい、やっぱり何台か車止まってますね。よいしょ。はい、それではね早速入っていきたいと思います。ね、9時から営業なんですけど、結構皆さん早く来るんですね。はい、ごちそうさまでした。それでは後楽園さんをね後にしたいと思います。いや、美味しかったですね。まあ昔ながらのね中華そばということで、まあ素朴な昔ながらの味ですけどもね、とてもね美味しかったです。それでこの中華そばがね290円なんですよね。中華そばが290円で、一応ちょっとセットにしようか迷ったんですけど、一応 1.5 倍のね大盛りということで100円増しで390円でねいただいてきました。それでねセットにしようか迷ったんですけど、 A セットがね400円、 B セットが500円、 C セット、これがねラーメンが1個ついてるやつなんですけど、これ600円なんですね。うん、まあ私の中で、まあ、朝食は500円以下というようなねちょっとそんなのがあって、ちょっと本当は C セットの600円のセット食べてみようかなと思ったんですけど、単品のね、朝ラーにしました。ですんでラーメンね、朝からラーメン食べれる人は後楽園でも山岡屋さんでもいいんじゃないかなと思います。うん、あとはねそうだな、やっぱりねパン系の、モーニング、これはねびっくりドンキーさんですね。もう私の中ではもうここ一押しです。値段とね、クオリティと、満点じゃないかな。はい、それで私の方はね今ね自宅近所の航空公園の北側まで戻ってきたんですけどね、このままねまた自宅へ、向けてね戻っていきたいというふうに思います。はい、本日はね、まあこの中華モンキーにね、フロントスタビライザーをつけて
フェンダーをねダウンさせたんで、その調子の確認とね、最近恒例となった朝定食ということでね、後楽園さんをご紹介させていただきました。まあ、この後ね、なんか台風が来てるみたいなことも予報で言ってるんで、まあ、ちょっとツーリングどんな感じでできるか不安ですけれども、今日はね、この辺で失礼したいと思います。はい、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。それでは、バイバイ。皆さんも良い夏休みをお過ごしください。